工業中高、京都大学、京都大学の大学院で、その後外資系の投資銀行で、その後アセットマネジメントでも働き企業初期に倒産しかけたこと、ワークスーパーハード、プレイスーパーハードみたいな。来ました。おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いします。お願いします。31歳新井翔太です。忍ジャパン株式会社代表取締役社長、そしてアビルド就活を主催しております。よろしくお願いします。お願いします。まず最初は何されるんですか？今からまあこの公園をぐるっとランニングをしたり、軽く運動したり、マドップしたりしようかなと思ってます。お願いいたします。お願いします、はい、もうちょっと行っちゃった。軽く運動したり、窓。ちなみにその本は、これはジル・ドゥルーズっていうフランスの哲学者のアンチ・オイディプスっていう哲学書ですね。なるほど。そうでしょ。なんだこれは。あ、ちゃんとめくるんだ。運動も全部仕事のパフォーマンス上げるためで、ビジネスアスリートじゃないとあかんなと思ってて、だからどういう風にしたら自分のパフォーマンスが上がるか、どのタイミングに何をしたら自分の知的生産性が上がるかっていうのも、まあ、考えるべきなのかなとは思ってます。どんな内容なんですか？デュルーズのフランス哲学の現代思想にあたるポスト構造主義って言われる、しているので、哲学書だけで改めてこうビジネスマンとして読むと8割意味が分かんない。今日の1日のスケジュールをお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、まあ、今日この後会社行って、はい、でそこからメールチェックやスラックチェック。はい、これ一体何時に寝るんですか今日？まあ、今日はでも2時ぐらいですかね。ハードワークですね。もうワークスーパーハード、プレイスーパーハードみたいな感じですかね。じゃあ準備していきます。はい、新井さん着替えられて戦闘モードに入られましたね。そうですね。次はどこに行かれるんですか？今からオフィスに向かいます。はい、じゃあお願いします。はい、こちらオフィスです。行きましょう。行きましょう。あ、いや、いいっすね、こういう雰囲気。ワークスーパーハードって感じするわ。じゃあ改めまして、新井社長、簡単に事業内容と、あとご経歴の方をお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、まず事業内容は、アビルド就活という大学生向けのキャリア構築サービスをしています。まあ、いわゆる就活塾の上位バージョンだと思ってください。まあ、内定を取るだけではなくて、社会人として活躍する能力を身につけ、そしてしっかり社会で活躍し、豊かな人生を送ってもらうためのトレーニングサービスを行っています。でまず経歴なんですけど、もともと兵庫県で生まれていて、でそこで、まあ、工業中高っていう男子校に通っていて、そこから京都大学に進学しました。でそこから京都大学の大学院にも進学し、でその後外資系の投資銀行で働き、まあ、投資銀行部門で、まあ、M&A や株式発行債券引き受けなどを行い、でその後アセットマネジメントでも働き、いわゆる資産運用会社で働き、そして起業しました。バチバチのエリートなんですね。いえいえ、そんなことないですけど。あ、あれ社長、あ、そうですね、これ僕の本ですね。これもちなみに言うと監修してる本もありつつ。何ですか、あの薬物たちは？アロマ好きで、はい、アロマテラピー検定1級持ってるんですけど、変な薬物ではない。ここはここエンジニアのスペース。エンジニアのスペース、元マイクロソフトの社員だったりするんで。マイクロソフトの社員、こだわりがなかなか強くて、キャラも強くて面白いやつです。あそこにだってミンミン那覇の箱が見えますもん。アームとかもこだわってるし。あ、やっぱこだわりがあるんだ。高さもね、発泡スチロールで上げてるし。むしろ発泡スチロールですか？プロテインも置かれれば、ピーナッツバターも置かれてるし、整ってますね。充実してますね、ここ。整ってはないけど充実はしてます。あ、すいません。全然時計違いますね、時間。あ、それそう。電波受信し始めました。電波受信めっちゃ。よかったです。めっちゃ動いてる。あ、なんか早いぞ。今日は時間経つの早いだろ。内定実績、めちゃくちゃすごいとこばっかりですね。いや、そうですね。ありがたいことに、皆さんいっぱい内定取ってくださってますね。すごい、もう名だたる企業が。ゴールドマンサックス、マッキンゼー。ただ就活のテクニックを教えるんじゃなくて、本当に社会人として活躍できる力を身につけるためのトレーニングをしているから、だからこそ内定も必然的に取れるよねっていう論理でトレーニングしているので、やはりまあコンサルだとか商社であるとか金融系とか、まあ、メーカーの強いようなところとか、そういうところに対しての内定実績はすごい強いですね。今日は何のアロマにしますか？今日はペパーミントとラベンダーブレンドしようかなと思います。ラベンダー入れて、
ミント入れて、もうちょっとフルーティー感入れたいんでローゼラミントを入れます。うわーすごい匂い。本当だ、煙が出てる。あー、いい匂いする。これやるとやっぱ集中力上がったり気分リフレッシュできるんで、うん、新井さんのセールスのポイント教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、まずはプロダクトがいいことだと思ってます。なので究極的にはプロダクトが良ければセールスがいらなくなる世界観が来るとすら思っています。プロダクトがいいだけではダメだと思っていて、それがちゃんとした形で伝わらないといけないと思っています。そのための広報活動であったり広告を打ったりしている段階です。具体的なはセールスの話に行くと、しっかりとメッセージを絞って、自分たちがまあどういう存在でどういう価値を提供しているのかっていうのをまあ分かりやすくお伝えするのが大事かなと思っています。さらにターゲットを絞る。ターゲット絞るっていうのは誰向けのサービスなのかっていうのを本当に全員が意識する必要があって、この一貫性が大事だと思っています。私たちのサービスっていうのはアイデア層のやる気があって、さらにここから伸びたい人向けのサービスであり、そういうブランディングをしたいですし、その上でマーケティングとしてもそういう人にターゲットを向くようにしますし、プロダクトもなのでちょっとハイレベルでちょっと難しかったりとか、ちょっとハードなトレーニングが多かったり、この一貫性が結局セールスにもつながっているポイントなのかなと思っています。今セールスのポイントってところを、はい、聞かせていただいたんですけど、やっぱり今日も土曜日で朝6時半から活動してっていうところで、そういうまあビジネスとかその生活においてのマインドっていうのは、うん、新井さんどういうマインドを持って生活してるんですかね。マインドいくつかあって、まず自分のあり方としてはビジネスアスリートであるべきだと思っています。なのでプロ野球選手であったり、まあ、大リーガーの大谷選手みたいな人たちも参考にしながら、彼らがどういう風にコンディションを上げていて、私はどっちかというと頭を使った知的生産としてパフォーマンスを最大化できるかっていう観点を持たないといけないっていうのが個人としての観点として持っています。でプラス視点を行き来させるってことがすごい大事だなと思っていて、哲学的に言うと二項対立をいかに往復させるかみたいなところだと思っていて、マクロ的な視点とミクロ的な視点を常に持っておく必要があって、目の前のお客さんがどうなのかであったり、一個一個の仕事の作業がどうなのかっていう、この細かいところと大きな激動する世界の経済とか、この戦争状態政治状況があって、で日本の社会変革があって、それの中にこの業界がどういうふうに位置づけられていて、私たちは業界トップとして牽引していく必要があるし、業界自体をマーケットを大きくするマーケットリーダーとして市場を作るっていうところも命題だなと思っていますし、その健全化のために私たちがトップを張ってやっていかないといけないなと思っています。私の中だったら割とやり方として 150% の目標設定することが多いんですよ。人ってどうしてもやっぱ弱さがあるので、なかなか 100% できなかったりすることが多い。ただ絶対目標を達成したいんで、 80% しかできなかったとしても 150% の 80% なんで 120% なってみたいな、どう転んでもある種成功するように意識を持っていくっていうのが目標設定として私はよくやっていることです。私が中学生ぐらいの時に結構その進学校に入ったんですけど、下の方だったんですよね。当時スポーツ少年だったんで、スポーツだったら負けないだろうと思ってたら、スポーツでも結構負けたりしてて、で勉強では当然結構下の方で、その時にめちゃくちゃアイデンティティ崩壊に近い感じになって、自分がどうしたらいいか、どうやったら生存できるのかみたいなのを結構必死に考えたのが中学校時代で、でそんな分野ですごいスペシャリティ持って強いやつがいて、スペシャリストとしてなんか一番なれないなって思ったんですよ。じゃあどう生きるかって考えた時に、大きく2つの戦略を取ろうと考えたんですよ。で1つ目が、自分はいろんなことがそこそこできたんですよね。ただ日本一とか世界一とかっていうものはなかったっていう時に、それをいかに組み合わせて総合力で戦うっていう、ある総合人間的な戦い方が自分に合っているんじゃないか。でその中で自分の中の哲学っていうのを軸としてつなげていくことで戦うっていうのが一つの戦略だなと。で2つ目が、その総合的な戦略を取るんだとしたら、各能力をいっぱいそこそこ高めるっていうこと自体を強くしないといけないなと思っていて、それが成長加速度って私が呼んでる概念なんですけど、これをレベルアップさせること自体のレベルアップさせるっていうことをすごい意識するようになって、なので自分としては何をやるときでもそこそこ早くキャッチアップでき
できるそこそこのレベルになれる自信はあるんです。何をするにしても。でそれが成り立ってんのは戦略的に考え、それに対しての戦術をしっかりと当てはめて最適な戦術を引いて、それをモチベーション高くある程度ストイックに実行していく、モチベーションを維持してやり抜いていくっていうことが大事だなと思っていて、この考え方であったりとかこのやり方をいろんな後世にも伝えたいし、ポテンシャルを発揮してほしいっていうふうに思ってたので、それを ABURLD ってフレームワーク化して就職活動とも絡め、かつビジネス力とも絡めていって、アビルドっていうフレームワークを作ってやっていき、それがプロダクトのプログラムの根幹としてある状態になっています。まあ全部一応見てるんですね、スラックで起こってること自分が入るべきなのか直接言うべきなのか、あるいは他の人を通して言うべきなのかも含めて考えて指示出しとかをしています。次は広告用の動画を撮りに行きます。はい、撮影です。おしゃれな、おしゃれ、おい、 YouTube 広告用のショート動画を撮影します。撮影ですか。撮影の際いつも持ってきてる神器があって、神器マヌカハニープロポリスオリーブオイルですね。オリーブオイル、喉がやっぱ乾燥しちゃう。はい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 、喉のケアですか。喉のケアとしてやってます。青は愛より入れて愛より青し、陰間遠からずとよく言ったものだ、陰間遠からずとよく大丈夫そうですそう、一回声出しすぎて声出なくなった時があったんで、うん、そっから声も出すトレーニングしたりとかでケアをしっかりするようになりました。常識が大きく変わっている今、大切なのは最新の正しい情報を得ること。あ、そうだね、あ、そうです、うんうん、じゃあ行きましょう。はい、どうぞです。あなたの就活のやり方間違っているかもしれません。はい、現代就活概論セミナーを開催します。ちょっとイントネーションもう一回お願いします。どういうイントネーション。現代就活、あ、現代か、あれやら関西人あれやら現代就活概論セミナー、OK、現代就活概論セミナーを開催します。もう一発だけお願いします。現代就活概論セミナーを開催します。もう一回、ちょっとセミナーの名前ちょっと強めで。現代就活概論セミナーを開催します。はい、もう一回お願いします新井社長の印象というか、翔太さんは優秀なんだなっていうのがもう誰が見ても多分わかるんですけれど、ドペーペーだった私にすごいこう丁寧に寄り添ってくださって、この人と一緒に働いてたら私ちゃんと成長できるなっていうのをすごい感じさせてくれる、どんどん次上っていうのを見せてくれるっていうのがかっこいいなと思ってるところです。今抱えてるものなんて、アヒルの人参、人参っていう名前、人参っていう名前を爆笑してるじゃないですか今これタイムマネジメントですね。細かく何時から何時に何をするか書き出して、それをどう達成していくかっていうのを毎日決めてやってますね。結構細かめで。いや結構だいぶ細かいですね、うん、声出てる声。挨拶はおはようございます。おー、もう一回じゃないダメなんだ今おじゃあ次はどこ行かれますか。次は田町駅へ広告を見に、視察しに行きます。あ、何見てらっしゃるんですか。ニュースですね。ブルームバーグとかの市場の動向、マーケット見てますね。お、本当だ、あるって、あれだ、そこに看板があるんですけど、しっかりありますね。隣の隣が広瀬アリスっていう、お共演です。作ったのはなんと彼なんですよ。今さっき YouTube もやってましたけどそうそうそう、いろんな才能があるんですね。なのにまだ若くて20歳っすか。すごい挑戦させていただいております。え、いつからいらっしゃるんですか。今月末でちょうど1年ぐらい。そうだ、1年だね。じゃあ19歳の頃からなんで会社に入ろうと思ったんですか。学校でずっとのうのうと過ごすよりも多分楽しい経験ができるだろうし、その将来のためにも自分の中能力も絶対伸びるだろうしみたいなところで、まあ、確信があって入りました、ね。最高ですね。どこにあとは置いていったら効果的なのかなっていうのも、うん、見ながら今日は回っていきたいと思います。すごいですねこれもうちょっと話修正してほしいわ慶応生向けにしてるんで、はい、総計じゃなくて軽装生っていうところはしっかり伝えて。軽装生おもろいですね。今からランチミーティングしようと思います。ご飯食べながらカスタマーサクセスのミーティングをしようと思います。ハードルを下げるというか、みんなが取り組みやすくてかつステップを踏めるものお疲れ様でした。次は商標がちょうど来たので額に入れたいと思います。おお、商標取ったばっかです。お、飾りに行きましょう。飾りに行きましょうか。飾りたいと思います。記念すべき戦略就活即戦力内定
で、もともとあったアビルド商標を合わせて3つ商標が揃いました。おめでとうございます。ありがとうございます。午前中は何をやられる予定ですか？大学のキャリアセンター向けの資料の作成をやっているのと、はい、でその後に、ま、経産省向けの資料のレビューと、うん、あとはあの大企業さん向けの資料を作るレビューをしてます。ちょっと人だなってついたので今からちょっと紙に取ろうと思います。いつもまああのザードかサード聞きながらもう突っ伏してアイマスク、ホットで蒸気でアイマスク。やっぱそこはこだわりがあるんですか？そうですね、これやると結構目の疲れ取りやすいんで。なるほど。15分ぐらい寝ようかなと思ってます。起きました。おはようございます。この仮眠が全然違いますか？この髪が全然違いますか？違いますね。アビルド受講生で卒業してくれた青木くんのインタビューをこれから撮ろうと思います。青木と申します。よろしくお願いします。お願いします。で、青木くんは外婚とかに輸送をして僕を全部いいところまで行ったんで、化け物ですねありがとうございます。そのコツみたいなのを今から。そういうことです、ね、しかもそれが統計とかではなくマッツとか行ったっていうすごいジャンプアップをしたので、やばいですね。それの秘訣について聞きたいと思います。どこに泣いてよと。はい、実際に内定を取ったのはアクセンチャーさんだったりとか、うん、他のビッグフォーさんのデロイトさんとか。京大時代のお話を聞きしてもよろしいでしょうか？京都大学時代は総合人間学部ってところで学部の代表をしていて、そこでオープンキャンパスを仕切って企画をしたりとか運営をしたり、あるいは新入生歓迎合宿を主催したりとかしていました。大学2回生ぐらいの頃に自分の学部が解体されるかもしれないっていう危機があったんですよね。そんなことあったんですね。あったんですよ。でもそれはおかしいんじゃないか、どうなっているんだっていうことでいろいろ動きをしていまして、その時に大学ってそもそもどういう存在で、その中どう学部が位置づけられていて、大学生はじゃあどうあるべきかとか、社会との接点をどう持つべきかっていうことをすごい考えた時期があったんですよ。っていうこの問いを発して本を出すことにしたんですね。いろんな学部長さんであったりとか、ノーベル賞を取った先生方にインタビューしたりとか、寄稿していただいて本を作るっていうことをしてました。でそれが回り回って今のこうアビルド就活として、じゃあどういう風な大学生像がいいのか、そして社会との接点をどうつなげていくのかっていうのに意識をするきっかけになったのが、ゆとり京大生の大学論っていう本だったんですけど、まあ、それが大きな経験になったのかなと今となれば思います。次に大学を卒業してどういったところに就職したんですか？はい、最初は新卒で外資系の投資銀行っていうところに行っていました。その中でも IBD っていうインベストメントバンキングディビジョンっていうところで、まあ、M&A や株式発行、債券引き受けなどに関わる部署にいました。大きかったのは働き方の基準が定まったことですね。なるほど。かなりハードだったのもありますし、要求される仕事のレベルであったりとかスピード感っていうのがレベルが高いところだったので、スキルベースで今に生かされるかっていうと、まあ、本当に大したことはなく、ちょっとこう Excel が早いぐらいなんですけどただやっぱり仕事をしていくプロフェッショナルな姿勢であったりとか責任感、そしてその速さレベル感っていうところが高まったところが一番良かったかなと思います。外資系投資銀行っていうすごいところにいらっしゃったと思うんですけど、そこから起業するきっかけっていうのはどういうところにあったんでしょうか？そうですね、実は今起業しているのが弟と起業しているんですけど。そうなんですね。そうなんですよ。で、弟とダブル代表でやっているんですが、地元の銭湯に行って二人で喋っている時に意気投合して、あ、じゃあ一緒にやろうかっていうことです。すごいですねで、その時に今でも良かったなって思っていることがあって、それまで弟と、まあ、3つ差離れているので、まあ、学年もちょうど中高とかも別になるし、本当になんかずっとつるんでたわけではなかったんですよね。で、私は京都の大学行っていて、弟は早稲田だったので、まあ大学も離れているってとこで、なんかべったりずっといたわけじゃなかったんですよ。じゃあそういった中でお互いのことを、まあ、まず知るところから始めていこうってことにして、でそこからこうお互いのこう今まであった誰にも言っていないこととか、兄弟だったら普通話さないような、例えば過去の失敗談とか、過去のそれこそ恋愛の話だったりとか、自分のこう弱いところとか、自分こういうことを苦手なとことか話し合ったことがあって、でそれをやったことによって今経営もスムーズにいっているのかなと思います。作業中すみません、はい、あ、いい、ちょっと一個質問したくて。はい。新井さんが経営していく中で、まあ、一番の挫折経験教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、一番大きかったのは起業初期に倒産しかけたことですね。本当にキャッシュがあと3ヶ月ぐらいで切れてしまうっていうぐらいまで行きまして、でしかもそれが2020年の1月から創業していたんですが、その4月ぐらいに思うように売り上げも上がらなくて、ある程度投資したお金もなくなってしまったタイミングがありました。
まだまだこう見込みもないし、まあ、どうやって売り上げが立つかっていうところも、もう何も未来が見えないというか、暗闇の中でもがいているような状態だったんですけど、でその時は本当にもう毎日こう胃が痛くて吐き気がして眠れないみたいな日々が続いていたんですが、その4月ぐらいの段階で本当にもうこのまま会社をもう清算するか、要はこのまま潰して辞めるか、あるいはもうまだ未来が見えないけど続けるのかっていう、弟の代表と2人で相談したことがあって、で2人で出した結論が、血を這いつくばってでも絶対続けるぞと、なんとかやってやるぞっていうことを決めて、その事業がうまくいかなかったとしても他の業務委託でしっかりと稼いで他の社員の給与を払ったりとか、ちょっと貯金を切り崩して他の給与を補填にしたりとかしながら生き延びました。その時がやっぱ一番大変で、例えば月曜日から金曜日まで業務委託としてもフルタイムで働いて、夜の時間に別の業務委託2つやって、夜中までやって、で土日もそういう業務委託やって、でそれ以外の空いた時間でまた自分たちの事業のことを考え、どうやったらグロースさせれるのか、どうやったら立ち上がるのかってことを必死に必死に毎日プレスをしている期間が1年目であって、その時はなかなかしんどかったです。そこからどうやって今のこのアビルド就活っていうところまで作り上げたんですかね。そうですね、そこから、私たちが思っていることとして、埋もれた資源を発掘していきたいし、でそのポテンシャルをどんどん最大化していきたいって思いはずっと変わらずあって、それに対して真摯にプロダクトを作ってアビルド就活っていうのを打ち立てて、徐々にお客さんも増えてきたので、私たちもより組織の体制を作らないといけないっていう風になって、まだここから上がるかもわからないし、どうなるかわからないんですけど、社員をどんどんまだ雇っていくっていうことをして、でその時も自分的に苦渋の決断で、このまま上がったら倒産が早まるんじゃないか、要は固定費が上がっていくので、結構リスクというか半分ギャンブルのような形で社員をさらに雇い、でもそのメンバーが今基盤となって活躍をしてくれ、でいいサービスを提供することによって、ある程度右肩上がりに順調に伸びているのかなと思います。次はこの出してる本の増刷に向けての修正をやっています。今は京大の起業家会っていうのがありまして、そこの運営幹事をやっているので、そこの作業をしています。どんなことされるんですか。半年に1回集まって、丸々1日の勉強会合宿っていうのを行うんですけど、それのコンテンツ決めであったりとか、どういうふうに登壇者をセッティングするか、でどういう内容をしていくかっていうのを決めていくことをしています。すごい会ですね。そうなんです、めちゃくちゃ豪華です。上場企業の社長さんとかも10名くらいいらっしゃいますし、すごいこう毎回レベル高くて学びがあって資産が上がる会です。社長追い込みますね。楽しいですね。楽しいですか。まだまだ行きましょう。ワークスーパーハード。今は編集者から帰ってきた小説の直しをやってます。差し入れ、差し入れ、何が欲しい。差し入れがカフェイン。一番不健康なやつが欲しい。こいつだな。これからアビルド受講生に対して実際にセミナーをしてやり取りをしてコーチングをしていく時間です。こんにちは。こんにちは。お願いします。ありがとうございます。じゃあ早速始めたいと思います。即レス。おー、即レス。言語化できる。言語化できる。やっぱり合コンとか増えるの。合コンとか増えるし、MVP とかぐらいに言うみたいな。日本の MVP はあんまり意味ない。アメリカやったね。オックスフォードとか。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。やってみてどうでした。実際にリアルな学生と接したり、こうやって悩み相談であったりとか質問とか来ると僕も熱くなりますね。生徒に接するときに一番大事にしてることって何ですか。まずは否定しないこと、で、どういうことを考えているのか、その背景に何があるのかみたいなのをやった上で、その良さをじゃあどう引き出していくかっていう、そういうある種コーチング的な発想を持ちたいなと思ってて、やっぱ人間って可能性の塊だと思うんで、その可能性をいかに生かすかっていう方向で接していきたいなと思ってます。今後のアビルドの目標と会社についての目標、2つお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい。アビルド就活の目標としては、アビルドを受講した生徒たちが社会で活躍をして、社会人としての能力を上げた人たちの影響の幅が広がって、その会社が伸びていくきっかけになったり、でその結果どんどん社会が豊かになって、で日本経済がそれで伸びていって、なんなら日本の GDP がアビルドの卒業生たちによってもう何パーセントも押し上がっていくような、そういう未来を作っていきたいなと思っています。会社の目標としては、起業時から実は言っているんですが、1兆円の時価総額の1兆円の企業価値の会社を作りたいと思っています。それの理由として、やっぱり1兆円ぐらいの世界観がないと本当の意味で社会っていうのは動かせないと思っているんです。これは KDDI の創業者の千本さんにおっしゃっていただいたことなんですけれども、常に自分の視野を視点を2桁上げる、2桁、1兆円を
目指していって、その上で本当に社会のインフラとなって社会を変えれるぐらいの会社になっていきたいなと思っています。圧倒的基準ですね。今ちょっと監査法人とのやり取りもちょっとあったりするので、はい、そこでのチェックリストを作ったりとか、はい、もう何を整理しないといけないのかってまとめているところです。 IPO、 まあまだまだなんですけど、ちょっと今後目指していくというところで、はい、したいですね。次はあの経産省ジェトロの指導っていうプログラムで、今度あのシリコンバレーに選抜されて、はい、あの行くことになったので、それの対応資料をいっぱい作ってます。英語ピッチの資料とかも作らないといけないんで、それもちょっと作ってますね。あの思考の時間を取っていて、はい、で経営戦略だったりとか世の中のビジネスがどういうふうに動いているのかっていうのを、まあ、ひたすらただ考える時間を取ろうと思ってます。で散歩しながら考えてます。あのアビルド就活の GPT モデルを作るためのデータセットを作成してます。実際 AI をどのような使い方をするんですか？そうですね、まず返信だったりエントリーシートの作成に対して効率化をしていくって面と、2年後3年後になってくると1人に 1AI がつく時代が来ると思うんですよね、うん、例えば AI 招待みたいなのがいたとして、うんうんうん、AI 招待がある種全ての就活生について、うん、もう1対1の感じでもう何万人でもコーチングできる状態ができると思うので、まあ、それぐらいのレベル感を目指していけるようにちょっと時間かかると思うんですけど、やれたらいいなと思ってます。じゃ契約書の作成とちょっとレビューをしているところと、はい、あと経理処理をしています。大変です。社長もうこんな時間ですけど。そうですね、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。まだされてらっしゃるんですか？そうですね、もうちょっとやってて、あ今あのアビルド就活模試っていう新しいプロダクトを作っていて、はい、で就活生の能力が、うん、一発で可視化されるようなものを目指して作ってます。それで問題作成しています。次はもう社員がカラオケ行ってるんで合流しようと思います。もうちょっといいっすか？おちょっといいっすか？気合入ってますね。ちょっと忍ジャパンビーズ同好会失礼いたします。失礼いたします。どうしてあげあれもこれもウルトラソウル。あれ社長、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ごちゃごちゃ。じゃあ最後に視聴者の方々へメッセージをお願いいたします。やる気があって自分で考えて試行錯誤できる人っていうのは絶対どっかで成功できると思います。なので諦めずに頑張っていけば必ず成功がつかめると思います。これから一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れです。